上の階にあった旧の扉と同じ位置に大きな扉があるね。扉を開くためのレバーも見当たらんし。当たり前です。この扉何トンあると思っ仮にロックがかかっていなかったとしても。ところで扉が白くひほら見て、扉の脇にロック。他の CD の脇にあったもの。今までは3枚別々の色をして、今回は3枚とも アンビデックスゲーム。他のチームが先走って、なんと勝手なこと。我々はまだ戻っておらんという。とにかく上の階に戻るぞ。クォークのことも気が、一刻も早くアリスやケイと合流せ。行こう。ここはどこじゃ。医務室に運びました。今はアリスさんとファイさん。容体は良くもなく悪くもなくといったところでしょうか。依然として小康状態だ。ただ分かった。ではわしは医務室へ。あ、天明寺さん。やれやれ参りましたね。天明寺さんに伝えなければならないこと。ま、問題ない。医務室にはアリスとファイとルナがいる。事情なら3人が説明してくれるだろう。何があったの？実は そのバイオラボってところに。ええ、ただし発見された薬の瓶、おそらく。これでもう大丈夫なはずです。じきにクォーク君は回復すると思います。本当に大丈夫な。はい、解析の結果見つかった薬は間違い、それを今クォーク君に。しばらく経てば
体内のウイルスは駆逐。そのはずです。よかったわね。うん、一時はどうなることかと思ったが。ふぅ、とにかくアリス、ケイ、二人には二人が薬を見つけてくれたおかげでクォークは助け。やめてよ。お礼を言われるほどのことはしゃまたま私たちが赤の扉の先へと。そういえば姿が見当たらん。倉庫に残ってるリオと一緒にね。あの二人は倉庫で待機してたんだ。お前らが戻ってきた時に事情を説明するためにな。開いてた扉は一つだけだったか。とにかくあの二人にも報告しない。クォークへの薬の投与は無事に。お、さっきの部屋で見つけたメモリー。そうじゃ、そいつの中身を見る方法を思い出した。覚えておらんか。この医務室の仕掛けを解いた時、同じ形状の。ああ、確かに。デスクの前にあるモニター、そこにメモリーか。調べてみようよ。これは、何かの音声でボリュームを上げてみましょう。こちら管制塔、調子はどうだい。長いこと俺の声が聞けなくて寂しかった。俺もだよ。月に向かって遠吠えしたい気分だった。そうそう、月といえば今窓の外、真っ赤な月だ。今日は2028年最後の日。怪しくてうっとりするぜ。お前らにも見せてやりたいところだが、って、お前らは設定上火星にいることになった。火星の衛星ホボスとダイモスはどんな風に見えるんだ。俺も一遍拝んでみたいぜ。オーバー。なあ、どうしたんだよ。長いこと連絡が取れなかったもんだから、すぐしまってるの。冗談はよせよ。いい加減答えてくれ。頼む。おい、通信系統の方は異常なし。だったらこいつはどういうことなんだ。どうしてあいつらは答えない。いや、映像の方はテーブルを囲んだ9人の姿がしっかりと映ってる。あ、映像回線が乗っ取られてるだと。リアルタイムのものじゃない。つまり記録された映像が割り込んで送信されてるって。おいおい、一体何がどうな。こちら管制塔、こちら管制塔、頼むから応答してくれ。こちらです。ああ、よかった、心配したぞ。何があった。6人が死亡しました。現在生存中なのは私を含めて3名のみです。どうしてそんなことに。殺されたのです。なんだと。結果的には私が殺したことになるかと。いえ、正確に言うと私が殺したのは6人だけではありません。6人じゃなくて60億人。私はこれから60億の人々を。おい、どうした。応答しろ。こちら管制塔、こちら管制塔、緊急事態発生。被験者6名が死亡したとの報告があり、警護班は直ちに現場へと向かってくれ。くそ、なんてことだ。
一体何だったのよ、今のは。天明寺さん、これはおそらく火星への有人探査計画を前提とし、火星への有人探査計画を前提としたシミュレーション実験施設、うん、今政府の方で追消滅エンジンを搭載した宇宙船の開発が進められておるのを知っておるか。それが完成すれば現在よりもはるかに容易に火星へと人類を送り込むことができる。しかし当然のごとく何の準備もせずにいきなり人類をと、そこで政府はその前段階、ネバダ砂漠の空軍管轄地域に専用の施設を建ててな、そこに男女9人の被験者を収容して諸々のデータを採取することにしたんじゃよ。ああ、どうしてそんなものがここに。詳しい理由はわからん。ただメモリーカードは金庫の中にはゼロの思惑が絡んでおることは間違いなかろう。つまりゼロは我々にこの音声データを聞かせるため。そうなるじゃろう。ねえ、その前に天明寺さん、どうしてあなたがシミュレーション実験のことか。ええ、わしはその実験の関係者だった。実験の趣旨は実際の有人探査計画を想定してそれを忠実に再現。このため当然のごとく GO による通信途絶期間もシミュレートされることになったんじゃ。 GO っていうのは、地球から見て火星が太陽の真後ろに入ってしまった時のことを GO というんじゃよ。この時中継衛星が存在しない場合は地球と火星は互いに連絡を取り合うことができなくなる。音声データの中にあった2028年の大晦日とはその通信途絶期間が。事件はその日に起こったと。その日に起こったのか、あるいはそれよりももっと前に起こったのかは、いずれにせよ発覚したのはその日ということにな。音声データによると。ああ、そうじゃ。施設で何が起こったっていうの？実はな、この実験施設からとあるウイルスが漏洩したのではないかという疑い。とあるウイルスって？その通り。ことですか？どういうことも何も、今どうやらパンデミック、世界的なウイルスの感染。なぜ施設の中にラジカル6が存在していたのかはわからん。被験者の誰かが感染していたのか、あるいはシミュレーションの一環として。とにかくそれはこの施設から漏れ出し世界中へと広まっていったのではないかと考えられておる。その結果60、いや厳密に言うラジカル6の感染症によって死亡したのはそのうちの3分の1で、残りの3分の2はそのことを原因として間接的に引き起こされた災害。私も同じ。私もです。私と四葉はその3日前、22日のことだった。うん。それは、アンビデックスゲームプレイヤーは所定の時間じゃ。
そろそろ倉庫に戻った方がいい。いいからわし、この話は10分やそこらで伝えきれる。中途半端に話したところで余計な誤解を招く。うるさい。ガタガタ言っておると次の AB ゲームで裏切りを。ちょっと。とにかくわしは行かせてもらうからな。クォークのことは気がかりじゃが、すでに解放へと向かっておるというし。では私が投票は私のペアであるファリーですよね、アイさん。ああ、わかった。うん、そうしてもらえるとさらに安心じゃ。それではルナ、クォークのこと。はい、任せてください。ええ、そうね。話の続きはまた後で聞かせてもらうことにし。どうもすっきりとしないが、やむをえんな。うん、行こう。先に AB ルームの中へと。入っちゃったの？ええ。だとすると、さ、無論。参ったな。それでは競技のしようがないではないか。私とルナの対戦相手は確かファイの BP は1だ。同じくルナもだ。じゃあもしもファイが、ファイさんとルナさんには仕方がない。こちらも防御のために裏切りを選ばざるを得な。ええ、そうね。でも私と K の対戦相手はクォークだ。クォークの投票先はアリスにペナルティが課せられる心配はなさそうだね。ご安心ください。そのようなことは断。病状は解放へと向かっているとはいえ、クォーク君は、しかも彼は年端もいかぬ。そのような無垢な少年を相手に。ええ、ありえないわね。病気や年齢のことは抜きにしても投票できない相手を出し抜くなんてフェアじゃ。ええ、もちろんよ。さあ行きましょう。そうね。シグマ、お前さんは確か青の扉を選ん、次こそは必ずわしに協力。あれはどういう策略があってのことだったんじゃ。うん、なるほど。シグマの BP は1じゃからな。協力に投票するという宣言を聞かされてしまった以上、わさもないとわしはお前さん。じゃが、そんな風に協力を宣言しておきながら実は裏切りにと、いその根拠は。そんなこと。ならばもしも四つ葉が色仕掛けを使っ、は？今のはただの例えじゃが、とにかく四つ葉が部屋の中で何らかの取引を持ちかけてくる可能性は、その時はどうするつもりなのかと聞いておるんじゃ。それでも協力を選ぶと断言。ちょっと何ジロジロ見てんのよ、変態。私はそんなことしないってば。するわけないでしょ。何期待してんのよ。うん、では信じても良いのじゃ。必ず協力を選ぶと。任せといて。約束できるか。約束する。わかった。そこまで言うのであれば、わ、投票の締め切りまで残る。さあ、いよいよ時間が迫ってきたぞ。それでは頼んだからな。
ねえシグマ、裏切り選んでくれないかな。このまま投票装置に向かって飛びかかって、そしたらシグマ力ずくでも妨害しようとするでしょ。だからこうして頼んでるの。もちろんただとは言わない。もしも裏切りを選んでくれたらシグマの言うことなんでも聞いてあげる。そうな、うん。それによく考えて、こっちが協力を選ぶってことは、うん、あのジジイのことそんなに信用できる？安全策を取るなら裏切りの一端。私の BP は、でも安心して、万が一そうなったとしても私は Q の扉だって。私にはアリスを置き去りにして、だから裏切りを。投票の締め切り。もしも裏切りを選んでくれたらシグマの言うこと。3、2、1。アンビデックスゲーム、結果はお疲れさ、アンビデックス。アンビデックス一同。結果各自。どうやらわしを信用してくれたようじゃな。わしは約束を破るようなことはせん。お互い様じゃ、礼など言うな。シグマ、せっかく言うこと聞いてあげようと思ったのに。まあいいけど。なるほど、そういうことか。ディオ、お前は私とルナ。バカ、勘違いすんな。どうせお前らは裏切りを選ぶだろうと思ったんだよ。だから自衛のためにこっちも裏切りに。って、あれ、ルナはどこだ。医務室でクオークのことを見て。じゃあアリスも。アリス、アリスなら K と一緒に AB ルームに入った。ええ、確かに入りましたよ。しかし部屋から出た途端、アリスさんはフラフラと水倉庫を出て行ったのか。はい。結果も確かめずに。そうです。もっとも我々に関しては、クオークの投票先は、ね、にもかかわらず、お人よしもいいところだな。どうとでも言ってください。人の道を踏み外すぐらいなら嘲笑された方がはるかに。アリス、 AB ルームの中でしきりに疲れたとおっしゃっている。おそらくキャビンのどこかで休まれているのでは。だといいんだけど。アンビデックスゲーム、ゲートは星。なお、このカード、これを用いることにより、星のカードキーを使えば、おそらくそういうことではな。あ、 AB ゲートが閉まると同時にバングルの表示色は自動的にシャッフルされるようになってるんだ。それからソロとペアのフフ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 
ソロ版の3人は赤、青、K は赤、リオは緑で。ああ、それなら聞きました。ディオさんから。うん、確かに教えてやったぞ。この倉庫でシグマたちを待ってる間にな。あ、見たよ。B 階の倉庫にあった。あの扉のことだ。次はパターン A だけなのか。そうだ。白の第二扉を開くにはこの組み合わせ以外はありえない。ちなみにアリス、ルナ、クォークはこの場にはいないから誰がどの色なのだが、現在判明しているペア版の3名、そのいずれかのパートナーになることはま。そうだ。で、白の第一扉が解放されるまでには。私、あり。そうか。では私も付き合おう。わしは言うまでもなかろう。うん。俺は、そうだな。ケイ、お前も行くか。からかっているのですか？私は、この仮面を脱がない限り。ああ、そうだったな。じゃあ俺は失礼させてもらうぜ。おい、なんでついてくん？勘違いしないでください。私はただ、B 階を調べに、他の皆さんが入った部屋が気になるので。ああ、わかったわかった。勝手にしろ。うるさい。お前さんには関係のないことじゃ。写真一枚ごときわざわざ申告出て行ってもらった。しばらくクォークと二人きりにさせてもらい、でお前さんは何し、鈴木、何のことじゃ。知らんな。記憶にない。最近物忘れがひどくての。本当に知りたいのか。もしかしたら聞かなければよかったと思って後悔することになるかもしれんぞ。お前さんが夢見てきた将来の希望が、これまでに積み重ねてきた過去の思い、すべてガラガラと音を立てて崩れ去っていくことになるかもしれん。それでも構わんのか。これは脅しではない。本気で言っておるのじゃ。お前さんにその覚悟があるの。
よかった、ここにいたんだな。アリスが、アリスが。とにかく、一緒に来てくれ。キャビンの2号室だ。やったのは誰？なんで黙ってるのよ。落ち着いてください、四つ葉さん。まだ殺されたと決まったわけじゃ。じゃあなんだって言うのよ。事故死？天井からメスが降ってきて突き刺さったとでも言うの？落ち着け四つ葉。リオ、あんたがやったのね。バカなこと言うな。だったら誰がアリスを殺した？四つ葉さん、仮に殺害されたのだとしても、私たちの中に犯人がいるとは限らないでしょ。ええ。そういえば、さっきのラウンドで、アリスと一緒に AB 中で何かあったんじゃないの？何もありませんよ。嘘つかないで！何もないのに、アリスが突然、私の前から姿を消すなんてありえない！倉庫を出ていくなら、私に一声か、なのに。なあ、四つ葉。さっきルナも言っていたが、まだアリスが殺害されたと断定するのは、この死体の様子を見てどう考えたって殺されたに決まってる。ああ、そういうことか。みんなグルにな、6人全員でアリスを殺したんだ。だからそんな風に他殺じゃないとかなんと。四つ葉、いい加減にせんか。わかったよ。だったら殺されたんじゃないっていう証拠、10秒以内に見せてくれなかったら、ここにいる全員を、皆殺しにしてやるから！アリスの胸に突き刺さってるメスを引き抜いてね！9、8、四つ葉さん！ 6、四つ葉！ 3、ねえシグマ、裏切り、このまま投票、そしたらシグマ力づく。
アンビデックスゲーム一同。結果各自。なるほど、そうきたか。見事に約束を破ってくれたよ。もしかしたらわしが裏切りをそう思ったということか。あの時とは状況は全くこ、いずれにせよお前さんのその杞憂のせいで四つ葉の BP は9になってしまう。どうするつもりなんじゃ。ならばあれは一体どう。見ろ、四つ葉は今9の扉の前に。あの女。ごめんね、アリスから事前に命令されてたの。四つ葉、あなたが先に脱出して私の BP は1だから、これを9にするためには少なくともあとそれまでに誰かに先を越されたら私たちは。だから四つ葉、これは上官からの正式な命令、従いなさい。約束？だから聞いてるじゃん。シグマが発生した言語はもしかして変なこと考えばっかじゃないの？9の扉が9の扉。というわけでこれにて私は失礼するのだ。四つ葉さん。四つ葉、てめえ行かせるか。じゃあね。の扉をこれにてお疲れ様。なおゲームどうぞごゆっくりと。残りの余生を。行ってしまいましたね。くそ。助けか。助けてくれる人間がいる。ダメだ。却下よ。あなた私たちの話聞き。私は天明寺とは組みたくに従って。パターン C はよ。私も同じ。パターン C はありえないわ。リオと組むぐらいなら死んだ方がマシだもの。やれやれ。
おやおや、自分で言うのもなんだが、物好きもいる。だが一応礼だけは言っておこう。ありがとうよ。まあ、信用できるアリスが、この組み合わせ。私は別にいいわよ。私とKのペアは、ソロである天明寺さんとディオなんかと組むよりは全然マシ。問題ないわ。わしも異議なしじゃ。ルナがクオークのそばについていてくれれば安心。はい、クオークくんのことなら全く問題ない。ルナと一緒にクオークを連れて青の扉へと進もう。私もパターン B で緑の扉ですね。カラードドア閉鎖まで。了解だ。分かってるって。2、1、0、カラードドア。どこに進めばいいんだ？っていうか、全部ロックしてあるみたいだよ。行き止まりってことか。レバーがついてるな。そのレバーを下げたら、天才的なギャグじゃない？ね？ね？なあシグマ、この女バカなのか？ちょっとちょっと、レディーを前にして男同士で密談みたい。普通こんな可愛い女の子がいたら内緒ば私ってば最高。なあシグマ、この女殴ってと。まあそういうわけで、私の手レバー下げてみない？でも下げないことには何も始まらないと思うよ。後戻りなんてできないんだし。分かったよ、それじゃ俺が下げてやる。いいか、行くぞ。他はロックされたままだが、とにかく開いた方に行こう。扉には生物学研究室って書いてあったな。いわゆるバイオラボってやつだ。ねえ、もしかしたらここって、だとしたら、もしもそれが見つかったらそう簡単に行くかね。別に、ただ思ったことを言ったまでだよ。
Thank you.
Thank you.
フフフフ。
Thank you.
フフフフ。
Oh.